丈夫。絶対大丈夫。大丈夫。荷物を出しておこう。アヒルちゃんダービー準優勝者の妹なんてなかなか光栄だね。私の名前何が入ってるんだろう。兄さん、こんなに私を探してたんだ。アニータとエドワルドにも、いい人たちだったな。私を探すためにここまでしてくれたんだ。ライリーと兄さんは大学のことで会ってたのに浮気と勘違いするなんて、あいつマジでありえない。おかしいと思わないのか。あいつお前を狙ってるんだ。受験の相談に乗ってくれてるだけよ。親切にしてくれるからって絶対に下心があるとは限らないでしょ。高校中退で少年院上がりの野郎が親切心から受験の手伝いだって、信じらんねえな。そんなこと言わないでよ。ゲイブは友達だから手伝ってくれてるの。嘘でしょ、兄さんがこんな難しそうな本を。本当に幸せそう。レコード屋にラジオブースがあるのって、なんていうか完璧って感じ。レコード屋で暴走しなくてよかったな。ライアンに会って、兄さんも生まれ変わったみたいだね。シュシュ、綺麗な部屋にいると浮いて見えるな。でもこの汚れはいつも一緒にいてくれた証。ここでもよろしくね。あの子才能あるよな。シドニーから返事はないけど、いい人だったな。迷惑かけ薬チェルシー、施設ではあの子と一緒に入れてよかった。
私たち大人になったな。まさか。私たちが幸せだった頃の写真。兄さんは父さんたちを切り落とさなかったんだね。大人だな。手帳にさっきのこと書いた方がいいかな。ああ、続きはまた今度にしよう。兄さんたら。さて、さっきは兄さんの前で初対面の人をボコっちゃったけど、今の気分にぴったりな曲は何だろう。When you were here before, couldn't look you in the eye.Dressed like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want.Very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?
I don't belong here. I don't belong here. ギターまで用意してくれるなんて。兄さんがこの機会をくれたんだ。絶対台無しにしちゃダメ。下に降りて兄さんと話さなきゃ。大丈夫だって。ダメよ、ちゃんと手当てしなきゃ。マックは手当てした、次はお前だ。この辺なんか特に痛そうだな。息すると痛むだろう。やっと会えたわね。シャーロット、喧嘩なんてごめんね、ついたばかりなのに。父さん、ゲイブは事務所に連れてくよ。ここの救急セットじゃ古くて使い物にならないしね。いや大丈夫だって。いいから黙ってライアンについていけ。なあ、すぐ戻るよ。うん、やれやれ。じゃあ俺一人で店を見ないとな。素敵ね、お星様。うん、日によって落ちたり登ったり。じゃあ今日はどっち？どうかな。今日は本当いろいろあったし。まあそうよね。イーサンから漫画をもらったんだってね。あの子に好かれた証拠よ。まだ少し話しただけだけど、あの子すごくいい子だね。ありがとう、私もそう思う。ビーフパイだ、熱いぞ。そんなん悪いわよ。飯を抜くつもりなんだろう。腹ペコじゃいいもんは作れん。じゃあ行くわね。今日中にお祭り用の作品を仕上げないといけないの。ごめんなさいね。気にしないで。会えてよかったわ。また今度話しましょう。うん、じゃあまたね。うん。ゲイブから聞いたんだが、接客の経験があるらしいな。昔レストランで働いてたんだろ。ひどい嘘。そんな経験ないです。まったくあいつは。でも働いてみたいです、もし迷惑でなければ。できるかどうか試しにやってみるか。客もみんなフレンドリーだぞ。はい、ぜひ。よし、
じゃあ注文を取ってきてもらおう。ダッキーとダイアン、それからステフ、それと奥のテーブルを片付けてきてくれ。料理の注文は俺に。ここで店を見てるからな。いいか。はい。お前がいてくれて助かったよ。どうも。仕事ゲット。やるだけやってみよう。注文を取らないとね。ご注文はありますか？アレックス、着いたんじゃな。ようやく会えたの。どうも。わしはレジナルド・マカリスター三世、ダッキーと呼んでくれ。起業家じゃったが今は引退しとる。こちらの女性はダイアン。よろしく。こちらこそ。私のこと、その誰から話を聞いたのかじゃろ。実はゲイブと親しくてな、いろいろと話を聞かせてもらってたんじゃ。ポートランドの出よね。私と同じ都会育ちね。田舎町は肌に合いそう？ずっと不安だったんですけど、でも結構気に入りました。なんかあったかくて。わかるわ。私も無理だと思ってた。でも山を見て人と出会って今では大好きよ。彼女は半年ほど前からこの町でタイフォン社の管理マネージャーをしておるんじゃ。町の新人同士よろしくね。それでご注文は？そうだ、お腹空いてたの。私は特製パイとポテトをいただくわ。チーズバーガー、マッシュルーム入りと飲み物はいつものを。ジェドに言えばわかる。じゃあ伝えてきますね。お願い。父は軍にいたんです。あの、ん？ダッキーたちの注文取ってきました。いいぞ。チーズバーガー、マッシュルーム入り。よし、あとは特製パイとフライドポテト。いつものやつもか。はい。ダッキーお気に入りのライウイスキーがあってな、いつもここに置いてあるんだ。うん、変だな、見当たらない。そうだ、思い出した。昨夜ダッキーが上に持って行ったんだ。閉店した後も上でゲイブと飲んでたからな。へえ。まあお前に罪はないが、気が向いたら探してみてくれ。やつも喜ぶぞ。ああ、わからなければ一緒にいたパイクが知ってるかもしれん。この時間は大抵来てるんだが、まあすぐ来るだろう。ダッキーの大事なウイスキーを見つける手がかりが店のどこかにあるはずだ。一度やり方に慣れちまえば大本も。アレックス、よろしく。うん。注文したいものとかある？いや、大丈夫。ありがとう。店でちゃんと話せなかったね。せっかくだし少し話さない？その席には誰か一緒にいたの？ライアンがいたよ。手当てしに行っちゃったけど。いい人だよね。まあ確かに頼りがいはあるね。親に似てるよ。ジェドの活躍は聞いた？すごかったらしいよ。昔鉱山でたくさんの人を。そこまでにしろ。アレックスに余計なことを吹き込むんじゃない。はーい。自慢しないんだ。でも店のあちこちに面白いものがあるよ。そうなんだ。その飲み物一体何なの？これはダズルキウイシナップ。誰も頼まないからゲイブが罰ゲーム用に配り出したの。
罰ゲームって？ジュークボックスで曲の名前当てクイズをするんだ。外したらこれを飲む。ライアンは行っちゃったし、代わりにどう？覚悟してね。よしよし、聞いていいのは、はいかいいえで答えられる質問5つだけだよ。わかった。決めた。じゃあ見ていいよ。聞きたい質問が決まったら言って。質問するのは一通り見てからにしようかな。曲名に句読点は入ってる？いいえ。分かった。ジャケ写に人は？いないかな。うん、いない。バンド名に記号は入ってる？例えば星とかハテナとか。おう、うん、入ってるよ。よし、質問はあと2回ね。バンド名は単語一つ？いや、二つ以上。次が最後ね。分かってるって。ジャケ写に動物はいる？いや、動物はいないね。可愛い動物のやつ結構あるのに。そうだね。質問は終わり。当てられるかな？オッケー。最後に少し確認させて。分かったのは、バンド名には記号が入ってる。バンド名は単語2つ以上。曲名に句読点は入ってない。ジャケ写に動物はいない。ジャケ写に人はいない。もう考えはまとまった？まあね。分かったのは、バンド名には記号が入ってる。バンド名は単語2つ以上。曲名に句読点は入ってない。ジャケ写に動物はいない。ジャケ写に人はいない。分かったのは、バンド名には記号が入ってる。バンド名は単語2つ以上。曲名に句読点は入ってない。ジャケ写に動物はいない。ジャケ写に人はいない。
この曲？違うな。残念だったね。はあ、しょうがない。見た目よりマシだよ。お味は？意外と美味しかったかも。今度飲んでみな。ねえ、ありがとね。楽しかったよ。うん。仕事に戻らなきゃ。またね。ラッキーの大事なウイスキーを見つける手がかりが店のどこかにあるはずだ。週末のハイキング参加するよな。まずい、今度は怯えてる。でもあれくらいなら多分近づいても大丈夫かな。片付けないとな。うわっ。なあ、ちょっとだけいいか。何なの？ほら、さっきの喧嘩のことだけどさ、ひどかっただろ。バッカみたい。あれが喧嘩？あれはあんたから兄さんを守っただけでしょ。ああ、悪かった。もうすぐライリーが来る。かなり怒ってるから、そのさっき会ったことをうまく説明して丸く収めたいんだ。まさか私に嘘の片棒を担げとでも言うの？違う、ただ黙ってて欲しいんだ。彼女のこと失いたくないんだ。付き合って4年経つ。彼女以外の人なんて考えられない。分かってくれ、頼む。いや、だけどさ。来た。あなた今度は一体何したの？その傷ひどいじゃないの。平気だよ。いや、やめて。こんな時に。ゲイブは？心配なのか？殴ったのが自分の彼氏なんだから当然でしょ。もう無理。別れましょう。言い訳があるなら聞いてあげるけど、ある？俺は悪くない、ただ話しに行っただけだ。何を？君のことだ。その俺に隠れて会ってたわけを知りたくて。じゃあどうして喧嘩になんかなったの？いきなり殴られたんだよ。いや、そのいきなりではないけど、始めたのはあいつだ。アレックス、今の本当？悪いけど、今のは真っ赤な嘘だね。そう、もう驚きもしないわ。本当のことを教えて。ライリー。殴ってきたのは、むしろマックの方だよ。あなたと兄さんが、寝てるって言い張ってね。なあ、聞いてくれ。彼の顔は誰が？私。そう。
まさに自業自得ね。話してくれてありがとう。なあ、許してくれるよな。バカなこと言わないで。もう本当に信じらんないわ。本当に別れたりしないよな。そんなことよく聞けるわね。もう無理。アレックスか。来て早々マックを殴ったらしいな。俺はパイク、副保安官だ。署まで来てもらおうか。こっちは被害者です。お断りします。その顔今の顔最高だよ、本当ほら心配ないって、ちょっとしたドッキリってやつだゲイブにもよくやるんだよと保安官のドッキリなんて意表つかれたな。騙しがいがあったよ。一杯おごろうか。ああ、今は仕事中なので。よし、じゃあ飲みたくなったら言ってくれ。いいとこだけど、やっぱり馴染めないな。お互い馴染めるといいな。ああ、そうか。愚痴ってすまんない。いや、本当は言うこと悪い。一からやり直すなんて、怖くてたまらないよ、本当。うん、わかるよ。あの子が野郎の顔を殴ったのか？恐ろしいな。もう有名人になっちゃった。さて、ダッキーのウイスキーはどこにあるのかな。おっと、ラーメン発見。でもウイスキーはない。いろんな瓶が揃ってるけど、ダッキーのお酒はないね。兄さん、こんなに私を探してたんだ。ウイスキー、あそこにないかな。なかった。うわ、この鹿ってまさか本物？私が読んでた頃と絵のタッチが変わってるな。
壁を蹴ったのが一目瞭然だよ。昔から自転車好きだったよな。マスターの依頼は完了。他にも仕事あるかな？やることは全部終わったのか？まあさっき言われたことは全部。他には何かあります？いや、まあこの辺でいいだろう。戻ってきたか。大丈夫か？まあね、おかげさんで。よく働いてたぞ。マジか。話そう。屋上に来てくれ。うん。もう上がっていいぞ。今日はありがとう。お前さんがいれば助かりそうだ。怪我人を待たせるな。早く行ってやれ。はい。お疲れさん。さて、兄さんと話さないと。怪我はどう？まだ痛い？ねえ兄さん、本当にごめん。なんでそこにお酒が？そこらに隠してあるんだ。まあその一応な。一応？ああそうだ。でもお前がプロボクサーだったとはな。あれは本当にごめん。俺を雇ってくれよ。ほら、セコンドで。もう、だから本当にごめんってば。冗談だよ、気にすんな。俺の方だって。分かってなかった。私がヤバいって？そうじゃない。
お前のこれまでの人生のことだよ。きつかったろ。別に。お前の殴り方、慣れてる風だったからな。あの時は気づく余裕なかったけど、そういうことだろ。施設では喧嘩ばっか、いつも。そりゃ慣れるよ。そうか。隠し事があるのは分かってる。悩んでるんだろ。話してくれよ。全部打ち明けたいけど、あんなことした後だし、信じてもらえるのかな。私ちょっと変で、人の感情がわかるんだ。なぜかオーラみたいなのが見えて、強い感情だとその感情が私に乗り移ってきて、それでおかしくなる。いつからなんだ？もうずっと。さっきもマックの怒りがはっきりと私に伝わってきた。でも切れてるのは見りゃわかるだろう。マックはね、自分にも怒ってたよ。ライリーを失うかもしれないって。自分のせいでね。誰に聞いた？誰かに聞いたりしたわけじゃなくて、ただわかるの。確かなんだよな、それ。疑うのもわかるよ、兄さん。やっぱその普通じゃないからね。でもこれはマジ。俺の感情わかるか？今はわかんない。感情が高ぶってないと無理なんだよね。そうか。まあ信じられないよね、普通は。人の感情を感じられるんだよな。うん。心の中を覗く感じ？そんなとこかな。超能力じゃねえか。喧嘩になるし友達もできないのに、むしろ呪いなんだけど。すまんすまん、俺的には羨ましかったからさ。その俺が人の気持ちを全然わからないからって、シャーロットが先生になってその辺のことを教えてくれてるんだけど、お前は別次元だよ。心が読めるなんてさ、すごく特別だ。特
当にそんな風に思えるの？ああ、捉え方の問題だろ。俺がついてるから頼ってくれ、いつでも。で、あのギターはいつくれるの？なんだ、見つけたのか。びっくりさせたかったのに。したよ。で、どうだ？やばいね、テンション上がったよ。そうか、やっぱりな。よう、ライアン。よう、イーサンはいるか？あいつなら家にいるぞ。でも連絡がつかなくてさ。まったく、あいつは。様子見てくる。ねえ、実はさっきイーサンと話した時、鉱山に探検しに出かけるみたいなこと言ってた。え、なんで黙ってた？ごめん。もし本当に鉱山に行ったんならかなり危ない。行こう。そうだな。早く出てくれ。なあ、こっちだ。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。ここなんかヤバそうだね。そんなに緊張してると何かあった時動けないぞ。どうだ、タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。彼女は強い。平気だよ。さ、探しに行こう。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。さっき私が止めてれば、それかすぐ兄さんに言えばよかったのに。気にするなって。お前のせいじゃない。うん、だけどさ。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。任せて。うん、多分。そもそも坑道にはどこから入るんだろう。